おはようございます。おはようございます。はい。今ここ、結構ここは楽屋と言います。皆さん集まってますけども。はい。結構このテーブルは知ったメンバーが。そうですね。知ったメンバーが出てますけど。なんか、プレマッチしたりとか、練習場で集めます。とりあえず第1回、第2回は、まずは8人から2人。はい。そうですか、戦い方的に。そうですね。なんか前回は、もっと人数6人で、3人。残ればっていう感じだったんですけど、今回は8人中2人ということなので、残ればいいじゃなくて3,000、6,000です。1位を目指して、戦うような戦い方でいきたいなと思ってます。ちょっと変なチョコ人気ですが頑張ってくださいね。そうですね、なんかポンコツだけど、それでもたくさんいろんな人に支えられて教えてもらってきたんで、その成果を今日、発揮できるように頑張ります。頑張ってね。はい。もう緊張してます。ちょっともう緊張してる。うん、頑張ってください。はい、頑張ります。来てたよね。はい、来てた。はい、もうここまで来たら、ここまで来たら、もう腹をくくって、勢いよく頑張ります。はい、水が本当にめっちゃ強くって、プレマッチの時もいつも動されてたんで、当たったら嫌だなって思ってて、まあ、でも当たっても。ひるまないように、気持ちで負けないように頑張ります、うん、主戦ですね。はい、メンバー大事ですね。はい、こういう選んでもらいながらのそこでブロックで決まりますから。はい、そのまま何の何番手が全部出ますから。はい、おはようございます。生田さん、寺野さん、どうですか。多分ナムは大丈夫かなと思います。私も大丈夫だと思ってます。ただチームは心配です。心配です。見ちゃダメなんですよ。Pの5番です。 Pの5番、こちらです。はい、すごい大変な役に来てしまいましたけど、でも勝つしかないんで頑張ります。良かったんですけど、他も結構稼いでて、ちょっとあんまりすごいっていう感じじゃないので、まだまだ攻めていきたいと思います。開けますね。開けます。
な、赤いと言うかな、赤お願いします。あ、赤一枚欲しいのね。なるほどね。お願いします、赤お願いします。ハート。あめっちゃドキドキした。ナイス。お疲れ様でした。おめでとうございます。やったー、ありがとうございます。見つかった。オリンボールでーす。痛いね。やばー、負けて泣いてじゃなくて勝って泣いてるんですよ。音楽でしか音楽くらいの良かったです。やってきたんで、ね、はい、ね、はい、やばい、すごかったです。よかった。めっちゃ早かったのに、同じ、ほぼ全部。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やりましたね。やりました。まさかの D ブロック。いやいや。一番でもいいブロックで。そう、一番やばい。一番ポーカーと言われてる。そう、本当それなんです。だからポーカーって何があるか分かんないな。いや、でもよかったね。はい、本当です。ナイス、ナイス。よかった。でも普通にハンドも良かったし、そのハンドでちゃんと戦うときは行って、でホールであんまり入らないでレイズにさらにリレイズしたりとか、そういうこともできたんで、なんか1回戦そういうの全然できてなかったんですけど、それを学んでできたのが、実践できたのが大きかった。はい、嬉しい。はい、いや、これはすごく本当嬉しいです。これは本当嬉しいです。いや、もうみんな応援してたし、一番練習したの分かったからね、うんうん、そうですね、練習は本当にしてたし、みんな教えてくださってたんで、その今日は絶対負けられなかったんで、よかった、よかった。一回明石さんと話した時はどうしたと思ったから、お前どうした、お前すごいな、すごいな、違う、私もあの時夏じゃなかったらそんなことしなかったんです、王林は。でも夏になってるのは分かってたんで、でも来ると思ってなかったんですよ。でも来たのでびっくりして、やべえかなと思ったんですけど、飛ばされた生田さんの勝ちの振ります。明石さん、あれは私チップ渡してよかったです。私のチップを伝えてくれて、はい、いや、モンさんどうですか、この2人が何個高橋さんを飛ばしたという、それがもうちょっとびっくりです。お互いフラッシュなんだよ、やばいです。僕一番最初の展開でございます。なんと一番このメンバーで、なんと生田さんが勝ってきました。ありえない、効果は何があるかは本当に分からない。高橋さん、ありがとうございます。生田のファースト戦、第1回も見てたと思うんですけど、はい、その成長は見れましたでしょうか。あ、もう全然違ってましたね。そうですか。全然実もね、レクチャーしましたもんね。そうなんですよ、教えてもらって、もうみっちり、はい、その成果がね、本当に上手い方々が、はい。中さんも久しぶりに行ったと思うんですけど、はい、どうですか、成長。もう全然なんか打つところは打って、ちゃんともう、前はチェックしてただろうなって思うところをちゃんと打って、たりとかするのが感じられて、すごい全然変わってる、さすがと思ってました。すごい。頑張りました。よかった。もう先ほどのお願いします。もうこのまま優勝までいけるだろ。優勝まで。優勝まで。とかいけばいい。本格すぎた。ちょっと映るんですよ、ね、はい、ごめんなさい、なんか押されたからすみません。忘れたら、はい、ちょっと、まあ、それぞれ、ゴンさん、はい、まあ、メイクタが勝ったということで、はい、メイクタお疲れ、お疲れ様、おめでとう、ありがとうございます。これはマジで頑張ります。メイクタさん、ありがとうございます。本当に嬉しいです。なんで泣いてる。
お疲れ様で、生田さん、はい、決勝セミファイナル進出おめでとうございます。おめでとうございます、生田さん。はい、いや、行くとよかったな。本当絶対に負けると思ってたもんな。なんかみんなで先輩って言われてたんですけど、だし、本当にポンコツだったんですけど、でもなんかその日はめっちゃポーカーフェースとかも頑張ったし、ちょっともう頑張りました。攻めをずっとしてました。水木氏どうだった？はい、悲しいですね。何で負けたん、だっけな、キングスだ。キングスだ、キングス。いやー、なんか1回戦はキングス、1回戦もキングスで負けて、第2回もキングスで負けて、キングスに呪われてるんですよ、私は。まあね、逆にね、あのね、女王ののんちゃんがね、一番レベルアップしてるって、水木氏のこと言ってたんで、ね。そう。いやいけると思ったんですけどね。前評判ではすごく水口良かって、前評判ではポンコツだったって言ったら本当びっくりだよな。あの卓で勝ち上がるのすごいですよ、本当に。反応は良かったのもあるんですけど、なんかすごいレイズしたりとかスリーベットしたりオールインしたりっていうのをずっとやってて、当日なんか勝てそうなイメージとかで結構あった？それをずっとイメージしてて、その前回のやつをすいません、その話しちゃうんですけど、前回の WGP のサードステージを全部もう一回復習してたんですけど、そのバブルラインになった時みたいなところから本当にもう自分の中では一番を取ろうというぐらい、いっぱい自分でチップを集めようというイメージを掲げてやってたので、プレーしてたので、でそのあれを思い出して、小倉さんもなんかずっとオールインだったりとか攻めるのをサボるとどんどんなくなっていくっていうのを言ってて、それをずっと頭に入れてたし、そののんちゃんだったりアンさんだったりとか、生田さん。いや、まあでも結構厳しい B ブロックでしたっけ。はい、そうです。結構メンバー的にはやばいですよ。りょうなさんもいたし、あとはちょっと待って、明石さんもいたし、あとマヨンナさんもいて。確かね。で、どうだった、はい、最初結構このグループだと思ったけど、結構反動が良かった、なんかイメージが良かったか、なんかリズムが良かった。反動もそうですね、よくって、最初すごいいいのを見せられて、その後たまにちょっと今いけるかなと思って、この波に乗っていっちゃおうっていうのもあったんですけど、はい、攻めてきました。よかったよね。水口はどうだったの？私、逆に勝つ気しかしてなかったんですけど、なんだろう、もう反動が怖かったのもあるんですけど、多分2回ぐらいオープンして、でもそれもなんか3ベッドとかかぶせられて、なかなか行けなくって、ずっときつくて、やっとキングス来たって思って、ガンって言ったら、隣からACズが出てきて、悲しい状況に。あれはちょっと見てて事故だったね。でもあれも降りなきゃいけないのかっていう勉強にはなりました。でも第1回は水木さんも出てるし、ちむちゃんも出てて、はい、なんか第1回の雰囲気と第2回の雰囲気でどう？第2回の方がなんかやりやすかった、それはあります。1回経験してるっていうのもあるけど、なんか3つのテーブルに分かれてやってたから、なんかより自分のペースでできたというか、もうめっちゃ見られてるとか、そういうなんか確かにドキドキはなくできた気がします。あと講習会でこう皆さんでリングやるってトーナメントするのと、やっぱカメラが何台もあるっていうのが、まあ、結構緊張感があります。めちゃくちゃありますね。まあなんかなかったかもしれない。なんかもう会場もよくなんかプライベートでよく遊んでたところだから、M ホールでもみんなで行ってたから、なんかリプライベート感っていうか、なんか
楽しみながらできました。あんま緊張しなかった、逆に、うん、今回のは、うん、そう思います。ちょっとメンバーによって緊張感忘れましたけど、いや、ちょ、Bは緊張してた。 B だったら多分めっちゃ緊張してたけど、 A だっけ、私 C です。そう、 C のメンバーめっちゃな、 A で、あ、A A A です。あ、A だね。本当によくやってたメンバーというか、あ、そうそう、一緒にやってたメンバーが多かった、ね。A はよ、本当に講習会メンバーって感じ。ね、確かに。C が一番講習会メンバー。C が一番講習会メンバー。まあ、C は確かに一番。そうなんですか。つーちゃんと、うんうん、リサピョンとか。そう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 、リサピョンとか。あ、そっちか。そうそうそう、私エマタンとか。そっちか。そうそう。あ、そう。アンナちゃんとか。そっちか。うん、なるほどなるほどです。うん、はい。まあでも買っておめでとうですよね、エクタでよかったよね、うん、さあ本当に嬉しいです。まああれで3月7日ですが、セミファイナル、ベスト24、はい、どうですか、うん、そうかも、24、そうだよ、24、今回はね、もう今まで来たら絶対に優勝したいなって思うので、マジで、うん、もう最後まで気を抜かずに練習頑張ります。で、水木さんは、はい、来週に敗者復活戦、はい、敗者復活戦を勝ち上がらなければならないので、8人中1人か、そう、でもなんか普段通り行って、うん、まあもう、うん、悔いの残らないように頑張ります。うんうん、生田さん、なんか水木さんのアドバイスありますか？お願いします私が、セミファイナリストすごい不思議なんですけど、いや、あの私、はい、あのプレマッチでいつも優勝してたじゃないですか、うん、出たやつは全部優勝してるし、うん、私も水木さんと戦って一回も帰っててないので、うん、本当に水木さんの成長の凄さをすごい感じてたし、もう頑張ってほしいなって思います。頑張ります。なんか直した方がいいなって思うところか、直したらいい、うん、アドバイス、うん、わかんないです。なんか、でもあんまりブラフしないですか？ブラフしないよね、なんか普通にちゃんと強い時に行ってるんで、うん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 、ね、ね、さん結構ブラフするんですか？ブラフしなーし、しないです。私もしないよ。私もしないよ。セミブラフぐらいですよね。そうですね、そうそうそう、そうですね、覚えた、セミブラフ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 、うん、そうだ、現在構想プレゼンツのプレマッチの時、はい、10問中100点です。1問そうそうそう、水木さんは100点だけ、私4問正解しました。生田さん、あの時どうなんですか？いや、あれはマジでめっちゃもう本当に何やってんだって感じです。自分でフラッシュとストレートもストレートのが強いって普通に考えたらちゃんと分かるんですけど、あれはもうマジで事故事故あの何 BB の問題も意味が分からなかったしね。あれはね、15BB、うん、ちゃんと計算できてて計算してからの15でしょ。そう、計算の方法は合ってるんですけど計算が違ってるんで事故だ、事故でした、ね、事故です、はい。はい、いやー、行くとよかったな、本当ね、本当ですね。今まで本当になんかみんなにポンコツって言われてるし、絶対にチームは無理だっていう雰囲気の流れがあった中で、でもなんか見捨てずに周りの人がたくさん教えてくれて、その恩返しをしたいなって思ってたので、すごい良かったです。良かったな。ゆうさん、今日はもう好きなだけビールも飲んでご飯食べてください。ありがとうございます。水木さんには申し訳ないです、祝勝会ですからね。はい、モンさん、でも講習会に来てたメンバーですからね。はい、そうですね、うん、チムちゃんが残ったのは嬉しいですよね。絶対勝てないと思ってます。ひどい。でも水木さん、チムさん、本当に講習会によく来てね、勉強してたので、はい、我々スタッフも応援はしてたんですけど、水木さんは残念ですが、まだ敗者復活ありますよね、はい、まだチャンスあるんで、ですです、勝ってほしいな、うん、鈴木さん、最後ラストチャンス、その思いをビール一気してもらっていいですか？いただきます。
続けて頑張ってな、頑張ります。ゆうとさん、おめでとうございます。よかったな。美味しくいただきます。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。